Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Death Come True. Tapi khusus di part ini, itu gue sengaja gabungin sama video pas pertama kali gue mainin ya. Jadi sebenarnya videonya sama, terus bedanya apa? Ada video khusus buat kalian yang nontonin video ini sampai bagian akhir. Yang gak mau nonton ulang part-part awalnya ini, bisa langsung ke belakang aja sih, gak apa-apa. Yaudah, kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Sebelumnya gue ngomongin tentang memori, sekarang gue gak mau. Ya, kini sonna hanashi o shitemo ayashimareru ni kimatteru. Itsu no donna kiyoku ka mo wakaranai no ni. Ne, nani? Doushita no? E? De, watashi ga anata o shinjirareru konkyo wa? Yama tte suki? Ha? あ、いや、俺は全然何も覚えてなくて、だから君に信じてもらえるような根拠なんて何一つなくて、ただ思い出したんだ。大切な人と山の景色を見ながら過ごした記憶、それを思い出したらなんか幸せな気持ちになって。君にも共感してもらえると思ったんだ。うまく説明できないけど、同じ思い出が君にもあるような気がして、だから信じ合えないかなって。言ってることめちゃくちゃ分かってるよ。あなたの言う通り、私にもあなたと同じような思い出がある。大切な人と山で景色を見ながらおしゃべりして、すごく楽しかった。だから私は山が好き。私にとって特別な場所だから。あなたにこんな話して意味ないわね。あのさ、もし答えたくなかったらいいんだけど、君の大切な人って。同僚よ、私の。ってことは警察官？待って、どうして知ってるの？私が警察官だってこと。あ、いや、誰から聞いたの？あなたが私を待ち伏せしたのはその情報があったから。違う、それは関係ないんだ。っていうか俺は待ち伏せの件も覚えてなくて、ちょっと思い出した記憶があったんだ。それを確かめるために聞いたんだけど、勘違いだったみたいだな。警察の同僚ってあのクジってやつか。それならさっき思い出した記憶は何だったんだ。本当の記憶じゃないってことか。やっぱり俺の頭がおかしいのか。だったらもう何を信じればいいんだよ。ねえ、思い出した記憶って？もういい、俺を捕まえてくれ。さっき言ってたのは何だったの？ここで何かが起きてて、それを確かめるって。そんなの君にとってはどうでもいいだろう。俺は指名手配中の連続殺人犯唐木誠。記憶喪失だろうと何だろうと捕まえるだけ、それでいいんじゃないのか。ああ、モヤモヤする。もちろんあなたのことは捕まえるわよ。私はそのためにこのホテルに来たんだから。でも、あなたの記憶喪失が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けるはずがないし、そもそもあの化け物って普通じゃないわ。
それに原因不明の記憶喪失、これも普通じゃない。確かに何かが起きてるんだと思う。普通じゃない何かが。だったらそれを突き止めないと私の気も済まない。今度こそ信じてくれるのか。今度こそ？やっぱり間違いだなんて思えない。君は俺にとって。確かにここは暑いわね。でこれからどうするつもり？何か考えがある？考えか。Show Seven sebelumnya ini deh, kalau nggak salah. Keep hiding, keep hiding nanti outputnya sama nggak ya? Coba aja deh. Siapa yang datang? Masaka, anu Pokemon. Tuh, siapa tuh? Tari?初めて見る顔だね。新しい人？はい。ねえ、あの人ちょっと変じゃない？鼻に白い粉ついてるし。あれ、もしかして、あの、ほら、テレビに出てる、ミノケン、ミノケンさんですよね。あのニュースキャスターの？いつもと雰囲気が全然違うから分からなかったです。別人です、別人です。別人です。ねえねえ、ちょっとこっち早く済ませたいからさ。いや、例のあれどっちが持ってんの？例のあれ？いや、あれの回収に来たんだよ。そういう取引でしょ。取引って何のことですか？いやいや、だからさ、ねえ、まさか薬？じゃあその鼻についてる白い粉。ちょっとねえ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 、それ何なの？ね、取引相手に失礼でしょ。私刑事なんで。何？刑事。私、刑事なんで。刑事ってのはなんかおまわりさんっていうこと？それは。はい。そんな綺麗なのにおまわりさんなの？待っていけた。何かある？昨夜、ニュースキャスターの箕面健一さんが殺人および麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。夕方の情報番組の司会などで有名な箕面健一容疑者は昨夜、訪れたホテルで宿泊客の男性を殺害しようとした疑いが持たれています。箕面容疑者は現場に居合わせた警察官に取り押さえられましたが、被害者男性は意識がないまま病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察によりますと、箕面容疑者は麻薬の取引を行おうとしていたところ、被害者男性と遭遇してトラブルに発展したということです。取り調べに対し、箕面容疑者は容疑を否認しておりますが、ホテルの監視カメラには以前から箕面容疑者が侵入する姿が確認されていることから、このホテルで何度も麻薬の取引を行っていた疑いがあり、警察は余罪についても調べを進めていく方針です。Oke, akhirnya kita mati lagi ya. Setelah berjuang beberapa kali, akhirnya mendapatkan scene baru lagi. Gue mengharapkan scene-scene kematian dengan cameo sih, kayak sebelum-sebelumnya. Itu menarik sih. Tapi sepertinya sih gak bakalan ada lagi ya, sampai terakhir. Oh iya, jangan lupa untuk standby sampai ke akhir video ya, soalnya ada video spesial dari game ini. Tonton aja ya. Mungkin sampai sini dulu, kita lanjutin lagi nanti. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.
別人です。別人です。いや、別人ですよ。ちょっとさ、こっち早く済ましたいからさ、どっちを。ちょっと、ついてるねえ、ちょっと。だから、あれも回収に来たんですよ。そういう取引でしょ。取引って、何のことですか。何を言ってんだよ。確認してます。お待ちください。片栗粉。片栗粉だそうです。まずこっち取るのかな。はいはい。いやあるあるです。で、立ち上がるまで、で行ったところでカットします。ここでちょっとアクションの。アクションだ。なんてことだ。何をした今。見えなかったら早すぎて。こんにちは。さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには舌打ちをされました。さあ、そういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日午後2時頃から開催されたサッカー日本代表戦ですが、強豪ドイツになんと5対1と快勝しました。ねえ、すごいですね。あの強豪、あなたって誰ですか。まあいいです。はい、強豪ドイツ相手に5点ですよ。すごいですよね。すごいですね。はい、誰なのあなた。言いなさい。誰なの。私はコメンテーターです。コメンテーターか。はい。あなたも。私もコメンテーターです。本当アナウンサーです。アナウンサーか、はい、そうか、申し訳ございません。ちょっとね、さあでもね、日本サッカーもいよいよここまで来たかと。ドイツ相手にですよ、5点。今私結構私5点ってちょっと、これ本当ですかね。5対1だってドイツに。すごいですよね。だからもうこれ野球で言えば360対5ぐらいの感じですかね。そうですね。それぐらいでしょ。だって桁が違いますね。桁が違いますよ。はい、ね、違いますね。そうですよ。あなた何でもない、しかしですね、まだグループリーグの初戦ですので、いいですか、気を引き締めて、決勝トーナメントに進んでほしいですね。そうですよね。はい、何かありますか、サッカーに関して。コメンテーターですからコメントありますか、何か。期待はしてますよね。期待はしてます。もちろんそうです。日本国民はみんな期待はしてますよ、それは。私なんでこんなに、ねえ、どうですか、何か今日最近の、まあ、経済状況としてはですね、非常に最近の景気に関して。コメンテーターですから、コメンテーターという人はですね、コメンテーターするのが仕事ですからね。お仕事ですね。ですから何かこう今日の気分をコメントしてください。じゃあ、そうですね、はい、今日の気分としては、まあうん、まあ晴天なんで。何なんで、はい、私の心も晴れてます。おっと、はい、これは川崎さん、はい、川崎アナ、はい、この今のコメントはどうですか。晴天なんで私の心も晴れてますって、これ一応公共の電波に載せるような価値のあるコメントですか、これ。まあ月並みですかね。ずいぶん独善だね。いや、そういうわけですよ。そうですか。いい、まあまあ、でもまた番組後残りよろしくお願いいたします。お願いします。あなたは何が専門ですか。あ、そうですね、私コメンテーターの建設関係。建設関係のコメント、はい、そうです。そんなピンポイントそうですか、建設関係のニュースがあるといいですね。そうです。はい、では続いてのニュースでございます。はい、はい、カットします。こんにちは。
さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには舌打ちをされました。さあそういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日午後2時から開催されたサッカー日本代表ですが、強豪ドイツになんと5対1で5対1ですか、はい、何をメモってるんですか。別にメモるようなこと私言ってませんけども、あなた、はい、鬼ヶ浦ジョージ、そうです、そうですよね、はい、専門ご専門は何でしたか、鬼ヶ浦ジョージさんは。私は犯罪ジャーナリストです。ちゃんと喋ってください。ちゃんと喋ってください、噛まないでください、はいはい、犯罪ジャーナリストって何ですか。ジャーナリストです。ジャーナリスト、はい、なるほど。じゃあごめんなさい、ちょっとお皿が出ましたけども、あの犯罪ジャーナリストとして今のは、今の方法は大丈夫ですか。犯罪にはならない、ギリギリですね。ギリギリ大丈夫ですか、ギリギリ大丈夫ですか、鬼ヶ浦さん。はい、大丈夫です。久保内アナも、はい、久保ちゃんも、名前なったっけ。はい、名前なったっけ。あ、ともみです。いやいや、公共の電波でですよ、スタッフも笑ってるじゃないですか。失礼しました。公共の電波でですね、ともみですって言われてもですね、そうですか、はい、ともみって言えないじゃないですか。名字を教えてください。あ、川崎です。川崎さん、はい、あ、そうですか、川崎アナ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼いたしました。失礼しました。まあ、先ほどの放棄は忘れていただきまして、すごいですね、強豪ドイツ相手、はい、すごいですね、5対1ということですから、これはもう何でしょう、どうですか、鬼ヶ浦さん。まあ 点数もすごいんですけども、はいはい、まあ、私としては、まあ、今後の展開に期待したいですね、はい、なぜコメントの内容は白く真っ当なのに今語尾で笑ったんですか。あ、今後の展開、はい、今後の展開と言いますと、まだまあ分かりませんけども、まあ強豪同士の対決なんで、はい、強豪同士の、ええ、強豪同士ってどこと同士ですか、まあ、同士強豪同士ってあった、どことどこが強豪なんですか。まあ、強豪はドイツなんですけども、はいはい、ね、サッカーは、まあ、あ、サッカーとしてですけども、ちょっとコメンテーターですか、ちゃんと喋ってください。サッカーとして何ですか。全体的に、まあ、強豪ぞろいなんで、まあ、そういう意味です。そういう意味ですと、はい、なるほど、はい、もうごめんなさい、なるほどと今私言いましたけど、心の中で全くなるほどとは思ってませんけども、はい、まあ、とにかくサッカー、日本サッカーがですね、強豪ドイツ相手にその5対1というちょっとこう奇跡的なスコアで勝利したということですから、本当にまだグループリーグ初戦ですのでね、鬼ヶ浦さんですから気を引き締めて、まあ、決勝トーナメントに進むと。そうですね。なぜ今鬼ヶ浦さんは言うことを全く決めず喋り出したんですか、今。そうですねって。いや、急に思う、まあ、あなたここに、はい、さっき何をメモってんだと思ったら、犯罪ジャーナリストって書いてあるんですけども、はい、それなん、しかも犯罪がひらがななんですけども、はい、ちゃんと漢字で書いてください。そうですよね、はい、そうですよ、ちゃんと、まあ、後に、その鬼ヶ浦さんの専門分野であるですね、はい、クレープの話題になります。クレープさんもちょっとごめんなさい、なんで面白いんですかね、私こんなに。犯罪ジャーナリストの鬼ヶ浦さんの意見をまた聞きたくなる時が、はい、来るかもしれないし来ないかもしれませんけども、まずちょっと番組終了までお付き合いいただけたらと思います。はい、はい、それでは続いてのねえ、そう、なるほど、はい、唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。続いてのニュースです。今朝、世田谷区の田んぼからカエルが来ました。そのカエルはゴロ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 と鳴いたということですけど、どうですか鬼ヶ浦さん、ゴロゴロと鳴いたカエル。鳴き声がまずいいですよね。鳴き声がまずいいですね、ゴロ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 。私は好感が持てますね。好感が持てますか、はい、ゴロゴロと鳴くカエルには、はい、さあそれでは続いてのニュースです。なるほどね、やってます、はい、はい、唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。さあ続いてのニュースです。
先週末に発生した台風の影響により、各地甚大な被害が出ましたけれども、懸命な支援活動のおかげで復興の兆しが見えてきたようです。その中でも東京と金沢をつなぐ北陸新幹線が1週間ぶりに運行を再開した。どうしましょう。なるほどね、はい。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。次のニュースです。先週末に発生した台風の影響により各地甚大な被害が出ましたけれども、懸命な支援活動のおかげで復興の兆しがようやく見えてきたようです。その中でも東京と金沢をつなぐ北陸新幹線が1週間ぶりに運行を再開しました。一安心ですね。ですね、よかったです、ね。旅行とか、まあ、その通勤なんかでね、うん、多くの方がその困っていたっていうふうに聞きますからね。はい。まだまだ復興途中ですけれども、そして復興が今まさに懸命な復興活動がね行われているところもあると思いますけれども、まあこれが一つの励みになればいいなというふうに思います。さあ続いてのニュースです。足立区の山からタヌキが出ました。そのタヌキは、おいどこ行けばいいんだよ、人里ってどこだよっていうふうに日本語を話したという目撃証が出ておりますけども、そのタヌキ、鬼川さんはタヌキに関してどう思いますか。多分そのタヌキはあの居酒屋へ行ったんじゃないですかね。どういうことですか。赤タヌキっていう赤タヌキという居酒屋が鬼川さんの家の近くにあるんですか。そうですよ。あの私の家の近くに小タヌキっていう居酒屋があるんですよ。姉妹店ですね。タヌキでも、まあ、タヌキつながりということ で、 そうです。あれでもタヌキっても確かになんで居酒屋にはタヌキとつくのが多いんですかね、店の名前で。やっぱりあのマスターがタヌキネイリをしながら料理をなんか作ってる。失礼しました。タヌキネイリをしてマスターがその料理を作っているという、あなたよくそんなデタラメがとっさに思いついたね。そうですか。いや私は前からそういうふうに感じてました。感じてた、はい、そういう説を唱えていたと、はい、あなた犯罪ジャーナリストですよね。はい、そうですね。そうですか、はい、今忘れてましたでしょ。今いや居酒屋、そうですね、居酒屋の話に集中しておりまして、集中しておりました、そうですか。まあ一つの話題に集中するのが私の特徴です。一つの話題にちゃんと喋り出す。一つの話題に焼酎一つの話題に向かってください。一つの話題に集中することですね、うん、集中。さっきあなた焼酎って言いましたよね。はい、たぬきつながりでした。すみません。本当にこの人には参ります。次週はコメンテーターが変わっていると思ってください。さあ続いてのニュースです。なるほどね、やってます。はい、唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。さあ続いてのニュースです。先週末に発生した台風の影響により、各地甚大な被害が出ましたけれども、懸命な支援活動のおかげで復興の兆しが見えてきたようです。その中でも東京と金沢をつなぐ北陸新幹線が1週間ぶりに運行を再開した。どうしましょう。なるほどね、はい。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。次のニュースです。先週末に発生した台風の影響により各地甚大な被害が出ましたけれども、懸命な支援活動のおかげで復興の兆しがようやく見えてきたようです。その中でも東京と金沢をつなぐ北陸新幹線が1週間ぶりに運行を再開しました。一安心ですね。ですね、よかったです、ね。はい、旅行とか、まあ、その通勤なんかでね、うん、多くの方がその困っていたっていうふうに聞きますからね。はい。まだまだ復興途中ですけれども、そして復興が今まさに懸命な復興活動がね行われているところもあると思いますけれども、まあ、これが一つの励みになればいいなというふうに思います。さあ続いてのニュースです。足立区の山からタヌキが出ました。そのタヌキは、おいどこ行けばいいんだよ、
人里ってどこだよっていうふうに日本語を話したという目撃証言が出ておりますけど、そのタヌキ、鬼川さんはタヌキに関してどう思いますか。多分そのタヌキはあの居酒屋へ行ったんじゃないでしょうかね。どういうことですか。赤タヌキっていう、赤タヌキという居酒屋が鬼川さんの家の近くにあるんですか。そうですよ。あの私の家の近くに小タヌキっていう居酒屋があるんですよ。姉妹店ですね。タヌキでも、まあ、タヌキつながりということで。そうです、ね、あれでもタヌキっても確かになんで居酒屋にはタヌキとつくのが多いんですかね、店の名前で。やっぱりおあのマスターがタヌキネイリをしながら料理をなんか作ってる。失礼しました。タヌキネイリをしてマスターがその料理を作っているという、あなたよくそんなデタラメがとっさに思いついたね。そうですか。いや私は前からそういうふうに感じてました。感じてた、はい、そういう説を唱えていたと、はい、あなた犯罪ジャーナリストですよね。はい、そうですね。そうですか、はい、今忘れてましたでしょ、まあ、いや居酒屋。そうですね、居酒屋の話に集中しておりまして。集中しておりました、そうですか。まあ一つの話題に集中するのが私の特徴です。一つの話題にちゃんと喋り出す。一つの話題に焼酎一つの話題にもう一回言ってください。一つの話題に集中することですね、うん、集中。さっきあなた焼酎焼酎って言いましたよね。はい、たぬきつながりでした、すみません。本当にこの人には参ります。次週はコメンテーターが変わっていると思ってください。さあ続いてのニュースです。